三日三晩にわたり繰り広げられる祭り、神の使いである熊を温かく迎え、その熊と戯れ遊び、熊の命をいただく祭りの最後の日、神のもとへ熊を元で送り届け、あらゆる自然に感謝する愛のための代表的な祭り、熊祭りを歌った伊予満天の夜。Boy.